この動画を見ることで人生を変えることができます。時間の使い方を少し意識するだけであなたの人生が変わります。日本一の宝石の伝道師えっちゃんです。どんなにお金持ちでもお金で時間を買うことはできない。よく時は金なりと言われますが、私は時間イコール命と言ってもいいと思います。時間の大切さはこれまで数えきれないほどの著名人や YouTuber の方々がお話しされていますが、人間にとって最も大事なものは命ですよね。その命は限られた時間によって支配されます。今回はただ単に時間を大切にしましょうというありきたりのお話ではなく、ここまで生きてきた私だから皆さんにお伝えすることがあるのではないかと思います。この動画を見ることで人生を変えることができます。時間の使い方を少し意識するだけであなたの人生が変わります。時を制覇する者はその瞬間から自分の命の時間が見違えるように輝き始めてきます。今この時の時間、限られた時間を思いっきり生き抜くために時間の使い方、あえて言い直せば命の使い方を3つお話していきたいと思います。イギリスのダラム大学の調査で、幸福な人は自分は忙しいと答えるそうです。忙しいというのは余分な時間が存在しないのです。生活速度の速い人の方が幸せを感じやすいライフスタイルを送っているということです。自分が時間をどう使っているかという意識が経済的な豊かさよりも幸福感を感じるそうです。言い換えればどれだけ充実した毎日を送っているかということだと感じます。では今からこれで人生が変わる時間の使い方、究極の3つの方法をお話していきましょう。まず1つ目、無駄に過ごした時間は戻らない。今からでも遅くはない。時間を使うことに貪欲になりましょう。どんな人にとっても時間の大切さは身に染みて分かってくるのは年齢を重ねてからではないでしょうか。私自身もこの仕事に就く前の若い頃は夕方6時には帰宅し、食事をした後はテレビを見たりコミックを見たりゴロゴロしてたり、幼少の頃の読書家の私はどこへ行ってしまったんだろうって思うほど、当時は時間を持て余す生活をしていました。そんな私に母が「えつこ、時間は買えないよ。またあっという間に過ぎてしまう。人様に迷惑をかけるのでなければ何をやってもいい。本を読むでもお稽古ごとでも勉強でもいい。何でもいいから今の若い自分が目いっぱい身につくことをしなさい。また若い時は何をやっても身につく柔軟性があるからね。戦時中を通り越えた母にとって若い頃の時間は決して帰らない。当時の若い時の生活や大切な時間は今現在と比べて天と地の差かといって、あの頃に戻れたらなんて絵空事でどうにもならない。だったら自分の娘には若い頃から無駄に過ごしてほしくないと思ったのでしょう。当時の私はまだまだ甘かった。この年齢になってやっと、もっと貪欲にあらゆることを吸収していたら、勉強していたらと豊かな時代を生きてきたからこそそう感じます。今からでも遅くはないと消費してきた時間を取り戻そうと必死になっている今の自分を感じます。2つ目、時間がないと口癖にしないで一生懸命与えられた時間を使い切りましょう。時間って待っていてはくれませんよね。どんな人であろうと時間だけは平等に与えられたものです。ちょっと強い言い方をさせていただければ、今与えられている時間をあえて目いっぱい使い切る気持ちで挑むことも限られた時間への挑戦ではないでしょうか。この1秒1秒の価値を分かった上で思いっきり使い切るつもりで一日を過ごすのです。なんとなく一日が過ぎたというよりも、自分はどの1秒1分を生かしきり大切にしながら一日を過ごしているのか意識するのです。スティーブ・ジョブズも言われていますね。あなたの時間は限られていると。これは大病を患い余命宣告を受けた方にとって切実な格言です。明日という朝が必ずやってくるとは限らない。そしたら今を生きようと。今は今しかありません。そこをちょっと意識するだけで時間の使い方の覚悟というものが違ってきます。25年も前のことです。私がこの仕事に就いたばかりでお客様になってくださったご年配の男性の方は、なぜか私と私の仕事の姿勢に共感してくださり、えっちゃんえっちゃんと呼んでくださり、奥様や知り合いへのプレゼントも買われて、知り合いのご紹介もしてくださいました。あの時その方がボソッとつぶやくように言われました。数年前に末期の喉頭がんと言われてね、余命1ヶ月と宣告されて、その瞬間は慟哭の念で泣いた。まだまだ行きたい、やりたいことがたくさんあるのにやらせてもらえないのか、本当に自分の命は終わるのかと信じられなかった。泣くだけ泣いたら、ふと残された時間はお金も時間も自分だけのためでなく、周りの人や出会った人のために使おうと決心したんだ。そしたらお金への執着心もなくなってね、とにかくいろんな人と会った。お金は許される限り使った。1ヶ月経ち、半年が経ち、自分は生きていた。生かされていたと言ってもいいかな。許される限り生きて、自分も楽しく、自分と関わる人も楽しく生きることだけ考えていたら、あっという間に5年が経ってしまったよ。何だったんだろうね。あの時はいろいろと気づかされたな、こういう自分じゃなかったんでねと、新人だった私を飲みに買い物に連れて行ってくれては、仕事頑張っとくれよ、えっちゃんはすごいよと言われ続けました。そうしていただいたのは私だけではなく、男女問わず可愛がっていただいたと、その方に出会った方々が皆さんそう言われました。昨年その方がおじいちゃんになって本当に久しぶりにお店にいらしてくださいました。かなり年齢は重ねられていらっしゃいましたが、懐かしかったのと同時に、人は生き方を切り替えたら余命宣告された命の時間も切り替えられるのだと心にしみました。この方の人生で時間を使い切る覚悟は、命の時間を思いっきり燃焼する覚悟だと教えていただきました。3つ目、あれこれ考えすぎず思いっきり集中できる好きなことや好きな仕事に時間を費やしましょう。人はやりがいやモチベーションの上がり方で、時間があっという間に過ぎても負担には感じないものです。かえって集中していて1時間が10分にしか感じないこともあります。パーソル総合研究所の希望の残業額プロジェクトにおける残業実態調査結果によると、残業時間の増加に応じて幸福度は徐々に低下していきますが、月60時間を超えると幸福度が上昇することが分かったそうです。残業しない人に比べて健康リスクは高まるのに、なぜ幸福度は上昇するのでしょうか。やりがい、責任感、仕事に夢中になる、様々な理由はあると思いますが、本人がやっている仕事そのものに喜びを見出しているからです。私も周りからはバッカじゃないのと言われるくらい、お店にいると仕事に没頭していたり、宝石を見てほっとしていたり、宝石に携わっている仕事の時間が最高の安堵の時間に感じているため、負担感がないのです。これは根っから自分の仕事が天命と思えるほど仕事が好きな人の傾向です。心が充実しています。仕事に限らず夢中になれることがあるとストレスは感じないものです。ただし生身の人間ですので、肉体的な疲れはほどほどにご注意を。いかがでしたでしょうか。時間の使い方はこうしなければいけないということではなく、自分のたった一度の人生の許されたご褒美だと思われたら毎日が楽しいですよね。時は神様からのプレゼント。英語でもプレゼントは今現在の意味で使われますね。それでは本日の人生が変わる時間の使い方、3つをまとめてみましょう。1つ目、時間を使うことに貪欲になろう。2つ目、与えられた時間を意識して思いっきり使い切ろう。3つ目、好きなことに時間を費やしてやりがいを感じよう。現代の社会ではもうすでに時は金なりではなく、時は命なりと意識を変換すると、時間を思い切り有効に使いながら生き生きとした毎日を送れますよ。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。